はい、こんにちは、スクエアアートエデンの梅ちゃんです。今日はね、もうほんとみんなにね、怒ってる。長野に帰ってきたら、みんな逃げた。どこにいるのみんな。そっち、そっち。え、さくらちゃん、さくらちゃん、怖いですか。ラテちゃん、ラテ、ラテちゃんです。女の子に対してあんま言いたくないんだけど、うん、臭い。なんでこの子たちが逃げてたかっていうと、俺が帰ると絶対シャワーだから。久しぶりに帰るとね、シャワーだから近づいてこないんだよ。もうお前はあれよ、もう犬の、犬か、お前は犬の匂いだ。犬の匂い、犬の匂いするよ、お前は。あなたです。あ、そう、見てこの真っ白な綺麗な、もう真っ茶色になって、やっぱね。さくら殿、さくら殿はね、匂いがマジでね、本当にね、やばい、やばい、マジで臭い。うんこ触ったんじゃねえお前。まあ、やってことでね、真っ白にしたいと思います。じゃ行こっか。しょうがない。もうまあね、本当にさくらはね、お風呂大っ嫌い。ここに来た時点で分かってるからね。そうだね。あらら、やだもん。ライオンのペットキレイ飲み取り低刺激。おし、こうやってそうね、本当にね、怖いのかな。そんなに右を手って、はい、左を手って、はい、左を手って、はい、そうだね、そうだね、そうだよね。あれ、ベロってあれだよね、猫と会話できるんだよね。できないよ。え、ちょっと喋って。ミャンミャン。いや、先生、普通に喋ってるじゃん、日本語で。ミャン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 。全然違う。ネズミみたい。ネズミみたい。あ、猫見る、綺麗にしよう、できる。よしよしよし。よしよしよし。ちゃんとね、ちゃんと泡を落とさないとね、後で痒くなっちゃうからね。そんなに暴れないね。ショックすぎて、ショックすぎて動けない。さて、お姫様の登場です。一瞬かもよ。寒かったね、寒かったね。寒いね、寒いね、寒い、ここが寒い、ここが寒い。まよちゃん、あ、かわいいね。綺麗になった。はい、じゃあ、あと少し乾かしてね。あとね、オッケー。あとね。